1889年1月30日、その日はハプスブルグ家の長い歴史の中でも最も悲しい日になりました。この日、エリザベトと夫フランツヨゼフの唯一の息子ルドルフ王子が愛人マリーベッツラを射殺した後、ピストル自殺を図ったのです。この前代未聞の衝撃的事件は世にマイヤーリング事件と呼ばれています。17歳の愛人の男爵令嬢マリーベッツラは正統派の美人ではありませんでしたが、エキゾチックな顔立ちで上向きの鼻、潤んだようなほのかに青い目などが官能的な美しさを放ち、早熟で豊満な肉体の持ち主でした。一方、教養のほどは押し着せ程度で十分と言えず、知的好奇心などは持ち合わせてはおらず、彼女の興味はもっぱら化粧と競馬レースだけだったといいます。しかしマリーベッツラの心は純粋そのものでした。今日はそんなマリーベッツラとルドロフの出会いから最後までがどのようなものだったのかをお話ししたいと思います。皇太子ルドロフと男爵令嬢マリーベッツラの間の取り持ち役を果たしていたのはラリッシュ伯爵夫人でした。ラリッシュ伯爵夫人とは皇后エリザベトの兄と一女優の貴賤結婚によって生まれた娘であります。普通はそういった立場では宮廷への出入りも許されないのですが、エリザベト皇后は姪にあたるラリッシュ伯爵夫人を宮廷に迎えて可愛がっており、ルドロフも3歳しか年の差のない彼女とは幼なじみで仲良くしていたのです。仲良くしていた理由というのは、ラリッシュ伯爵夫人は男女の橋渡しをすることで相当額のコミッションを懐に入れており、ルドロフも好みの女性をラリッシュ伯爵夫人に用立ててもらったりしていたのです。皇太子ルドロフと17歳の愛人マリーベッツラは初め競馬場で正式に紹介され知り合いましたが、二人の仲はこの時急速に燃え上がったわけではありませんでした。マリーの方はかねてルドロフに憧れていただけに、紹介されると一目で夢中になりましたが、数えきれない女友達を持つルドロフの方はすぐにマリーのことは忘れてしまいました。運命の赤い糸を手繰り寄せるためにはどうしてもキューピッドが必要で、そこでマリーはラリッシュ伯爵夫人を頼りにしたのです。少女マリーがラリッシュ伯爵夫人の手引きで憧れの皇太子ルドロフとホーフブルグ宮殿で会ったのは1888年11月5日のことで、この日から翌年1月30日の深夜、マイヤーリングの王室狩猟別荘で心中を遂げるまでにはたった86日間でありましたが、この86日間にマリーは自分の全生涯を完全燃焼させてしまうことになるのです。皇太子ルドロフとホーフブルグ宮殿で会った時のマリーは興奮した様子で次女にささやきました。あの方は私のもの、私の言っていることがおかしいのは承知よ。まだあの方は私を知らない。でも私のものなの。私はそう感じるのよ。マリーにとってルドロフは雲の上の人でした。男爵令嬢とは言うものの、マリーの素性はいささかいかがわしいもので。マリーの母は小アジアのスミルナ出身のギリシア人銀行家の娘で、イスタンブールでトルコ駐在オーストリア帝国外交官だったビッツラ男爵と結婚しました。ビッツラ男爵はハンガリーの下級貴族だったものの、このところ急に勢いづいてきたある意味イケイケの新興貴族といったところでした。慈善事業に大金を寄付したおかげで首尾よく爵位を買うことはできましたが、
ウィーンの旧兵な貴族社会には受け入れられない状況でした。マリーの母はなんとかウィーン宮廷に出入りしたいという野心があったのですが、ウィーン宮廷というところは16代前から貴族であることが証明されなければ容易に出入りを許さないのです。マリーの母はなんとか娘たちを良いところに嫁がせようとあの手この手を用いました。マリーがルドロフに近づいたのももしかしたらこの母親の野心の影響もあったかもしれません。マリーが親友に宛てた手紙によると、ルドロフとマリーの関係というのはルドロフが思いのままにマリーの感情を操っていたようにも見受けられます。ルドルフはマリーにしきりに妻との不仲を訴え、マリーは彼には自分しかいないと信じ込むようになっていったのです。30歳の皇太子にとって17歳の小娘など簡単に転がせます。マリーはルドルフにはもともと高級娼婦の愛人ミッツィ・カスパールがいて、彼女に先に心中を持ちかけていたことも全く知りませんでした。ルドルフは高級娼婦ミッツィ・カスパールに心中を断られて初めてマリーを心中に誘い、そしてそれをマリーが承諾して初めて彼女と寝ました。それが心中の2週間前の1月13日、マリーはその日親友に私は女になったと書き綴っています。マリーはルドルフと深い関係になった1月13日の運命の日からマイヤーリングへの逃避行までの約2週間、ホーフブルグ宮殿へたびたび秘密の通路を使って忍んで入って、ルドルフと2人だけの濃密な時間を過ごしました。ルドルフからお呼びがかかると、マリーはルドルフが差し向けた馬車に乗って宮殿に赴くわけですが、急なお召しでマリーはゆっくり着替えをする暇もない時もありました。ある時ルドルフは悪夢に、夕べのマリーは毛皮のコートの下にナイトガウンだけの姿でやってきたぜと疑惑趣味で打ち明けました。一本木の純愛を貫こうとするマリーとは対照的に、ルドルフのマリーに対する接し方というのは最後まで恋愛三昧のムードでしか過ぎないものだったのです。なぜルドルフは一人で自殺せずミッツィ・カスパールやマリーを誘ったかという問いには推測の息を出ないものの、後にラリッシュ伯爵夫人がこのように答えています。皇太子は死後神に自殺の罪に問われ、一人で弁明しなければならないことを恐れていたのではないか。神の前で愛のために死んだと証言してくれる人を連れていくために心中を選んだ。そしてマイヤーリング行きのシナリオは次のような段取りでスタートしました。ルドルフはラリッシュ伯爵夫人にマイヤーリング行きの計画は明かさずに、明日から2、3日マリーを家から連れ出して自分と行動を共にさせてもらいたいと頼み込みました。ラリッシュ伯爵夫人が返事を渋ると、ルドルフはピストルを取り出して脅しました。午前10時、ラリッシュ伯爵夫人がマリーの家ビッツラ家にやってきて、マリーを買い物の連れに 2、3 時間借りたいと母親に告げました。それはいつものことだったため、母親は怪しむこともなく承諾し、二人は馬車に乗って家を出ました。そして一旦買い物をするためある店でラリッシュ伯爵夫人は馬車を降りましたが、マリーは降りませんでした。買い物を済ませたラリッシュ伯爵夫人が馬車に戻った時、すでにマリーはそこから失踪していたのでした。マリーは別の馬車に乗り換えてルドルフとの待ち合わせの場所、レストラン赤い小屋へと向かっていったのです。そして
赤い小屋で落ち合ったマリーとルドルフは、雪の山道の中、ウィーンの森のマイヤーリングの館へ、そこで死を迎えるために馬車を走らせました。マイヤーリングの館で執事はルドルフの部屋で突如続けて鳴り響いた2つの銃声に飛び起きました。すぐさま駆けつけてルドルフの部屋のドアを叩きましたが、返事がなく、ドアを開けようとしても中から鍵がかかっていて開きません。悪い予感がした執事は、その日館に滞在中だったルドルフの狩猟仲間を呼んで、共に斧でドアを打ち破りました。中に踊り込むと、ルドルフとマリーがベッドの上で血まみれになって死んでいました。そばにはピストルが落ちており、床やベッド一面に血が飛び散っています。マリーの化粧をした顔にはかすかな微笑さえ浮かんでいました。おそらくルドルフがまずはじめにマリーを銃で撃ってから、その後に自分を撃ったのでしょう。立て続けに二度銃声を聞いたという執事の証言とは矛盾しますが、彼の証言がどこまで事実かは疑わしいとされています。ルドルフは自分を撃つとき、銃を固定させるために手鏡を用いました。これは自殺者がよくやる方法なのだそうです。事件発覚後、ハプスブルグ家皇太子の心中事件という由々しき事態を隠すため、当局によって実に多くのことが隠蔽されました。皇帝が特に固執したのは、ルドルフの埋葬を自殺を認めていないカトリック式で行うことと、マリーの遺体を秘密裏に運び出すことでした。皇帝はこの出来事をマリーとの心中であることを固く隠し、ルドルフの精神錯乱による自殺であり、その時冷静な判断力が欠如していたのだという鑑定書を医師に書かせました。ルドルフは生まれながらに精神過敏といえるほど繊細な性格だったものの、病的な意味での神経障害を経験したことはありませんでした。しかし自殺直前の皇太子が精神錯乱の状態にあったと報告書に書かせたのです。もっとも当時慣習として自殺したカトリック信者の埋葬にしばしばこのやり方が使われました。自殺はキリスト教において罪悪と規定されているため、自殺者にはキリスト教徒としての埋葬が基本的に禁止されているからです。そして皇帝は聖十字架墓地の修道院長に圧力をかけ、自殺であるにもかかわらず皇太子ルドルフの埋葬を承諾させたのです。一方、宮内庁当局はマリーの遺体を現代では想像もつかないほど無神経のやり方で始末しました。宮内庁当局はまずマリーは自殺したという嘘の検視報告書を書かせました。マリーは自殺したことにしなくてはならないのは、もしマリーが他殺されたとすると、理論的にはウィーン警察が出動して犯罪捜査を実施することが必要となってきます。その結果、犯人が人もあろうに帝国皇太子となると収拾つかない事態となります。そういうわけで、この際どうあろうとマリーは自殺したことにならないとまずいわけです。それからかくて前代未聞のことが始まりました。すでに死後硬直の始まっていたマリーの遺体は、服を着せられ帽子をかぶせられ、辻馬車内の二人の叔父の間にまっすぐ座らされ、体が崩れ落ちないよう服の背中に棒が差し込まれました。こうして無理やり生きている女性が旅に出かけるという外観が作られたのです。マリーの遺体搬送の情報が漏れ、大勢の野次馬や報道陣が押しかけて、
皇太子の心中事件をめぐるスキャンダルが一気に表面化しないよう警戒したのです。そしてマイヤリングで発見された二つ目の遺体、マリーの遺体はルドルフと別個に極秘に埋葬されました。ルドルフの遺書にはマリーと一緒に埋葬するようにとあったものの、それは無視されました。その遺体の存在についてはハプスブルグ王朝が崩壊するまでは一切世間に公表されませんでした。マイヤリングの館はというと、皇帝の命令で直ちに閉鎖され、カルメル会の女子修道院となり、二層たちの成果が時折漏れるだけの人の近づかない近所となりました。まだルドルフが埋葬されてもいないうちに、一体どうしてこんなことになってしまったのか、責任のなすりつけ合いが始まりました。まずエリザベトからしてみれば、息子ルドルフの死に最も責任があるのはラリッシュ伯爵夫人でした。皇太子に繰り返し売春婦を紹介していたのも、そしてマリーをルドルフに紹介したのもラリッシュ伯爵夫人だからです。しかしこのエリザベトの見解にはほとんど誰も賛成せず、宮廷でもウィーン市民の間でも、母として息子を十分に慈しむことのできなかったエリザベトにこそそもそもの責任があるという意見が大方でした。だから葬儀の時、人々の同情は皇帝フランツヨーゼフ一人に集まったのでした。もはや60歳に手の届こうとする皇帝フランツヨーゼフにとって、我が子の心中は合口で胸をつかれるほどの衝撃でしたが、皇帝は気丈に持ちこたえていました。ルドルフの葬式を無事済ませると、皇帝はその足で政務に戻りました。彼が少しでもうろたえた様子を見せれば、国中にそれが波及してしまうのです。皇帝の鉄のような意志は政府や国民を感動させました。皇后エリザベトも最愛の一人息子の無残な死に呆然自失となりました。もっとルドルフのそばにいてやればよかった、母親らしい愛情で包んでやればよかったと罪の意識に苛まれました。墓所の暗闇の中、ルドルフの棺に取りすがって泣き崩れるエリザベトの姿は、まさに絶望の淵に立つ哀れな女性でした。この日から後、エリザベトは黒い喪服しか着なくなりました。そして神経性の顔面筋の痙攣が始まり、これを隠すために扇子を手にするようになりました。ヨーロッパ王室切手の美女と謳われた皇后の姿が市民に見られることもこの時からなくなりました。エリザベトはこの事件の3年前には母方の親戚のルートヴィヒ2世を、3ヶ月前には実の父マクシミリアン公を亡くしていました。事件の翌年には、長年の友人アンドラーシャ伯爵、姉ヘレネ、母ルドビカと皇太子ルドルフの死と前後するタイミングで愛する者を次々と失っていきました。そしてただえさえうつろな人生にさらに拍車がかかり、抜け殻のようになったエリザベトは、あてもない浮遊を続けることになっていくのです。マイヤーリング事件の翌1890年7月31日、エリザベトの愛する末娘マリー・バレリーがトスカーナ大公フランツ・サルバトールと結婚しました。皇妃エリザベトは4人の子供を授かったのですが、第一子で長女のゾフィーはわずか2歳でこの世を去り、第二子のギーゼラ、第三子のルドロフはいずれも生まれるとすぐに母親と引き離され、姑のゾフィー皇太后が育てました。幼少期に離れていた期間があったためか、この二人の子供に対しては成人後も真に母親らしい愛情を注ぐことが難しかったようです。そんなこともあってか、第4子のマリー・バレリーだけは
自分の手元に置いて育てることを強く主張し、周囲に認めさせ、マリー・バレリーは唯一エリザベトの手元で育てられた子供で、エリザベトが非常に可愛がった娘でもあります。挙式はバート・イッシュルの教区教会で行われ、宮廷式の華美な儀式とは違う簡素なものでした。マリー・バレリーとトスカーナ大公フランツ・サルバトールは幼なじみで、政略結婚ではなくお互いを理解した上での恋愛で結ばれました。当初、父フランツ・ヨゼフは家柄に不満がある、または血縁が近すぎると反対の意を示しましたが、エリザベトはずっと二人の味方で後押しをしました。ところが、いざ婚約という運びになった時、エリザベトは奇妙なことを言い出してマリー・バレリーを困らせました。結婚はおかしな制度です。わずか15歳の時に決まり、わけのわからないまま誓いを交わし、30年以上経って悔やんでも、もうどうにもならないのですから。どうして人は結婚したがるのでしょう。どうして結婚が幸せなものだ、などと考えることができるのでしょう。私にはそれがどうしても理解できない。結婚式を間近に控えた愛娘に、平気でそんなことを言って悲しませました。夫となるフランツ・サルバトールを心から愛し、彼と一緒になれることを素直に喜んでいるマリー・バレリーにしてみれば、そんな母の態度は悲しいだけでした。エリザベトは愛する娘、マリー・バレリーには幸せになってほしいと思っていましたが、これまで分身のように愛してきた娘が自分から離れていくことは、まるで半身をもがれる思いがしていたのです。マリー・バレリーの結婚式が終わると、末娘が片付いて肩の荷が下りたのか、エリザベトの旅、また旅の人生は、さらに加速しました。エリザベトは、支離滅裂な精神状態に陥り、何かに駆られ立てられるようにして、町から町、国から国へと旅して回りました。皇帝フランツ・ヨゼフは、1886年に、エリザベトのためにウィーンの森ラインツにヘルメスヴィラと名付けられた豪華な城を作らせていました。宮廷を嫌うならそれでもいい、しかしできるだけ近くにいてほしいという皇帝の愛情なのでした。その城は至れり尽くせりの豪華な城だったのにもかかわらず、エリザベトはここにほとんど寄りつかず、ウィーンに戻ってもまたすぐにどこかへ行ってしまうのでした。その代わりにエリザベトは腰を落ち着かせる場所を作るため、憧れの島コアフ島に大金を投じて自分のための邸宅を建てさせました。その邸宅というのは古代の英雄アキレスの名を取ってアキレイオンと名付けられ、エリザベトの想像した古代建築をその通りに再現した奇妙奇てれつな建物で、すぐに頭のおかしな女性が生み出した空想の産物とみなされるようになりました。家具も古代ポンペイの町の人々が使っていた家具を真似て作らせました。ところがこの建物が出来上がってすぐ、エリザベトはまたしても心の平静を失って、このコアフ島に腰を落ち着かせることはできなくなってしまいました。アキレイオンは重荷でしかなくなったため、エリザベトはすぐにこの建物を売りに出したのですが、べらぼうに高く、しかも奇妙な化け物じみた建物の買い手はなかなかつきません。このエリザベトのめちゃくちゃな振る舞いに、皇帝フランツ・ヨゼフは忍耐を試されましたが、
皇帝は結局アキレヨンを引き続きハプスブルグ家の所有とすることにしました。皇帝フランツヨゼフの忍耐ももう限界に達しており、妻に事態をはっきり理解させるためにこんな手紙を書きました。この屋敷をあんなに苦労して、あれほど細かいところにこだわって金に糸目をつけずに建てたというのに、突然これを売り飛ばしたいと言ったりすれば変わり者だと思われても仕方ないし、不愉快な批判の声もこれ幸いと大きくなるでしょう。いろんな分野の人があなたに気持ちよく暮らしてもらえるように、あなたに喜んでもらえるように協力して作り上げたのだということを忘れてはなりません。そして今全てが無駄になってしまったのです。この一連の騒動から、それからのエリザベトはヨーロッパ内を旅して回るときは一切滞在用の屋敷を持つことも借りることもしないという方針を取ることになりました。そしてこれ以降はホテルを利用するようになったのです。そして身辺警護をつけることなくエリザベトの漂流は続きます。ですが時代は変わりつつありました。民主主義運動が高まってきたヨーロッパ各地では、無政府主義者やテロリストたちが王族の暗殺を目論むような不穏な空気が流れていたのです。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。今日のお話を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またチャンネル登録の横のベルマークの通知設定を押していただきますと、新しい動画がアップされた時すぐに通知が届くのでおすすめです。それではまたぜひささやき女官の館へお越しくださいませ。次回の動画でお会いしましょう。